ジルのサーブで始まりました。エリアリのサーブです。セッターリングに入ります。フェイント、ラストボールが返りまして、韓国のチャンスボールです。ストリッチカウントですが、繋いでいます。5番のアナ・マルガリーダが打ちました。20歳の選手で177センチ、ロサンゼルスオリンピックにも出場しております。非常に将来性のある選手ということです。アナ・マルガリーダがまずスパイクを決めました。ブラジルが1ポイント先行ですが、ファウルミス。ブラジルチームの中で、江上さん、直接の戦ったことのある印象のある選手というと何番になりますか？はい、やはりキャプテンのエロイーザ選手ですね。左ですからね。29歳ね。このアクアの選手ですね、はい、キャプテンです。29歳。しかし、75年にナショナルチームに入っても10年間よくやってますね。そうですね。はい、本当に長い選手ですね。またサーブ権がブラジルに来ました。このエロイーザ選手は180センチです。サーバー4番のこのアナ・マルガリーダのジャンピングサーブ、パーポイントが決まりました。2点目、ブラジルパーポイント。ブラジルはこの4番のアナ・マルガリーダと現在はベンチに入っておりますが、11番のアナルシア、2人の選手がジャンピングサーブを持っております。さあ、アナ・マルガリーダのジャンピングサーブが続きます。今度はセッターに入りました。つなぎます。さあ、韓国チャンスボール、ガソリ飛んで、これガッシュリートではありません。しかしタッチネットもブラジルにやりました。一方韓国の方はこれはなかなか知ってる選手が2、3人いるんじゃないですか。そうですね、はい、ミウンキョン2番の、はい、3番のミウンキョン、セッターですね。ちょっとベンチに下がってますけど、11番のパク・ミヒョン選手、今日はパク・ミヒョンの代わりにこの5番のミウンキョンね、小型選手を使ってますね、はい。
なんだ。無理やりはしない。ダンス力ありますね。そうですね。体育力があるんですよね。176センチ。今のスパイクです。まあ、今大会あのジャンプ力では新谷のルイス選手が非常に注目されてますよね。ルイスジャンプ選手ね。というのはブラジルはあのー
ピックまで、あれがというスーパープレイヤーといいますかね、非常にいい選手がいたんですよね。男性並みのね、ダンク力と、素晴らしい、ブラジルが取りました。接戦になりそうです。逆転はブラジル。
ックに火を起用します。後ろでありますね。そうですね。サーブレシーブ固めようということです。オールラウンドプレイヤーのパクミヒ、非常にうまさには定評があります。173センチ、そのパクを狙ってきました。スタートの攻撃、見事なスタートでした。よく垂れています。さあ、11本のパンチは、スタートでアウト。ちょっと韓国が、このところ変化ありました。今の積極のサーブレシーブで隠されて、はい、サーブレシーブが、帰ってもコンビ使えてもあのブラジルのブロックがよくついてきてるんですよね。なるほどね。韓国2回目の作戦タイムです。スイングを獲得しますそれほど多くアドバイスしませんでした。この孫監督は81年ジュニアのチームの監督に就任しまして、その時にはジュニア選手権に優勝させております。その後、ナショナルチームの監督を経て、また今年の3月から、ナショナルチームの監督です。ブラジルがこれで連続6ポイントですが、韓国がサーブ、サーブ権を奪い返しました。7番のキム・ジョンスンのサーブです。リーピック、繋ぎます。ユーンキョンが行きます。上げます。ユーンキョンがフラーブロックです。高いですね、ブロック。はい。180センチ。この人も腰を痛めている選手です。時間差4位が。キャプテン、インジャン。ロックアウト、ファイブ割っています。前ですね、今のは。クロスを利用した打ち方です。完全にうまさのスタイルですね。24歳、キャプテン。チームの柱、リ・ウンチョンです。キム・ジョンソン、リ・ウンチョン。ここが両チームともちょっと苦しいところですね、直線的にね。さあ、ここでしかしブラジルジョルジョ監督が2回目の作戦タイムを取りました。あの人がお湯先にやろって教えてくれた。守ります。カップルポテトサラダ SB スナックサラダ新発売。ミステイクダーリン木下グレイサーカス、夢と笑いとスリルの世界、木下大サーカスがやってきた。スペシャルゲストはスリリングなアメリカン猛獣ショー、木下グレイサーカス浜松エクサイリングオープン。結婚はよろしい以上、私が夜なびしてあなたがおなびしているよ。夜中に台所で私はあなたとセブンイレブンのお鍋です。葬儀から仏壇までの総合ビル精神愛知総裁が12月7日国道1号線沿い静岡銀行本部東に堂々オープンいたします。12月7日から22日まで各種仏壇のオープン記念セールを開催。ぜひお越しください。それからサーブに入ります選手は18歳という若い選手です。セッターね、はい、さあまたエロイーザがコートに帰りました。
14対11、韓国1回目のセットポイントです。ナイスセット。プレスが決まっています。1回目のセットポイントを逃れました。14対11、ブラジル。しかし、このセット、まだどうなるか分かりません。9番のレギュラーのサーブです。沈むサーブ、リオンに入りました。ポイント、ポイント、ポイント。ブレスがトスを上げます。5番のエリアに打ちました。ちょっと乱れました、韓国。イエが返しますが、チャンスボールはブラジルです。ライトからポイントアウト、つなぎます。リオンさん。よく振りました。はいはい。ゴールキーが吹いています。これはスパイクミスありません。これはスパイクミス。ちょっとタイムがありませんでしたね、チャンスね。はい。14対11。2回目の韓国セットポイント。リオンスのサーブです。ルイザ、ブレッテ、そしてタイトルはブロック。ユンチョンジェのブロックで第1セット、最後は韓国が決めました。第1セット終了、第1セットは15対11で韓国が停止しております。新鮮クックレー、大事なパワーのナロザクーポンはいろいろな商品の割引券が出てくる面白い機会です。僕の看板になるスーパーでどうぞ。なるほど、ザクーポン。おばあちゃんは何でも知っています。まるで神様みたいです。おばあちゃんの山田ドリオン。韓国対ブラジルは第1セット15対11で、現在コートこちらの方右側に移りました。韓国が1セット目を先取しまして、これから第2セットを迎えます。左側が南米代表のブラジルです。15対11。宮本さん、あのデータを見ますとですね、はい、ブロックが韓国なかなか良くて6本出てるんですよね。韓国の大型の、はい、ユーザー、はい、キム・チョウソン、はい、キム選手がブロックになってますね。はい、それと韓国はやはり、なかなかこの時間差とかこのクイックとかですね、はい、いわゆる持ち前 の、 そのスピードを出してきてますよね。そうですね、はい、ブラジルもよく拾ってるんですけれども、ね、この大事なところでミスを食べてしまうという感じで。ああ、レッスンが来ました。リバウンド、もう1回キャプテンのリープリトンが打ちます。タッチアウトを狙いますが、繋いでいます。エロイーが打ちます。これもそれほど鋭いスパイクではありません。リーグンチョン、これをタッチアウトを狙いました。繋ぎます。またエロイーが打ちます。ナイスパイクが決まりました。8番のエロイーがです。今のスパイクです。おとといまでの5試合までのスパイク決定率が 49% と、8位はなかなかの健闘です。第1セット、ポイントを制していますのは韓国、1対0です。ガリがついています。はい、ありがとうございます。はい、お前攻撃です。よく見てました。はい、7番のキム・ジョンスンがいわゆるその攻撃の、ブラジルのチームの真ん中を狙ってきましたね。はい、よくコートを見ておりました。さあ、こちらはレギュラースパイクですが、ブロックアウト。こうやって両チームも第一、